どうも、ありがとうございます。ジラックハニーと申します。雨の中どうもありがとうございます。ちょっと一部の方だけですけども、黄色い紙お配りしてですね、我々の担当の1968年、ビートルズが、どんな、なんですかね、奇跡をたどったかっていうのをちょっと簡単にまとめてます。で、1曲目、リフォーユーション、これはですね、1968年のですね、どこだ、8月ですね、1968年の8月のシングルレコードとして発売されたものですね。そんな感じで、ちょっと一つ一つ進めていきたいと思いますので、最後までどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、それではですね、次は、ホワイトラブの歌、ジョージの曲をよろしいですか。
テントリックスですね。これはですね、まあ、ホワイトアルバムはですね、まあ、我々担当ということなんですけど、1968年の何でしたっけ、11月に発売されたんですね。それでこのホワイトアルバムから出たホワイトマイギターゼントリックスのシングルカットは、その翌年1969年4月、これはあの英国と米国では発売、シングルカットされなかったということで、日本だけシングルカットされたということで、で次にお届けする曲は、そのホワイトマイギターの、まあ、カップリング同じシングルカットホワイトアルバムからされております、ポールの、まあ、何ですかね、ポールらしい曲ということをいきましょうか。次はですね、1968年、ちょっとまあ、あれですけど、この年はすごくビートルズの節目の年でですね、ビートルズが、その前年、1967年にマネージャーだったブライアン・エプスタインが亡くなりまして、それで自分たちでマネージメントしなきゃいけないということになりまして、1968年の1月にアップルという会社をこの年立ち上げました。で、まあ、ビートルズ的にはね、ビジネス的にこう自分でやっていこうという大きな節目の年で、まあ、シングルカットも結構多いです。で、あと映画として、イエローサマリンってアニメの映画ですね、今年やってます。で、その中から、一曲。トモさん、大丈夫？ジョン、ジョン、ジョン、大丈夫？はいはい。大丈夫？犬は絶対ですね。犬なんだから。ブルドッグだろ、それは。あ、そうか。すいません、ちょっと来ないじゃないですか。ということで、一曲やりましょう。はい。
ですね。これでちょっと楽器のチェンジをチェンジしますからね。私さっきついさっきですよ、おまきお前ちょっと楽器チェンジから話せと急に振られましてですね、何も考えてないですけど、ついこの間ですね、まあ、うちにですね、部下から家電がかかってきたんですよ。でもうち子供いるんですけどね、で、まあ、ほら喋れるようになると子供って電話取っちゃうじゃないですか。で家電にね電話かかってきて、あもしもし、あマッキーさんのうちですか。そうだよ、うちの子供が出たわけですね、取っちゃったんですよ電話ね。ところさ、マッキーさんのうちだったらさ、あれお父さんいるって言ったら、うちの子供がですね、お父さんいらない、はいっていう話をですね、どうやら、隠してたらしいですね。マッキーさん、なんですか、ショック受けると思って今まで黙ってましたので、ね、言われちゃいましたね。この間そういうリハの時ですね、ボルさんダメですよ、ぼーっとしてちゃう、絡ませますから、どんどん絡んでもらいますから。ボルさん、この間あれですよね、リハの時弦切れてましたよね。弦切れてたじゃないですか。1弦と2弦1弦と2弦切れてたじゃないですか。何でもイエスって言ってください。切れてたって言ってください、ね。はい、実は人間はすぐ売ってくれたんですよね。そうですね。マイクでお願いします。はい、私に話してもらっても全然ね、お客さんに通じないですからね。マイクで話してください、お願いしますよ。でね、そう、2弦売ってくれたんですよね。1弦売ってくれました、いえ。なんでですか、1弦さん。お断り。1弦さんお断り。はい。すいません、ありがとうございます。まだですか、近いよ。面白いです、ありがとうございます。よっしゃ、自信を持って。もうネタがつけてきましたけどね。ということで、あ、もう大丈夫ですか。あ、よかった、もうね、ネタが切れちゃってどうするかと思いました。ね、ちょっとすみませんね、短い時間で転換をちょっとしてるので、はい、ということで、非常につまんない小話申し訳ございません。何言ってんですか、一人振っといて。ということで、次の、あと2曲で、終わらせていただきます。それで次はですね、お子さんを抱えてですね、一生懸命働くお母さんの姿を描いたと言われているレディーマドンナということですね。で、これはまあ、フライデー、サンデー、マンデーとこう曜日を言いながら歌詞があるんですけど、土曜日、サタデーだけないんですよ、これね。後でなんか、ポールが気づいてサタデー入れ忘れたっていう、後で気づいたというようなこともございます。じゃあそんなところで行きましょうか。聞こえてます、音量大丈夫ですか、大きい、大丈夫ですか。結構外音がちょっとよくわからないんで申し訳ない。はい、right in the middle.
レイジマドンナということですね。これはこれもですね、なんだろう、1968年3月にシングル発売、で B 面が G インナーライトというちょっとよくわからないジョージ のインド曲ですね。これはちょっと今日できないんで、で次に最後にですねお届けする曲はですね、その先ほどちょっと申し上げましたけど、アップルという会社を設立しまして、でアップルというレーベルでビートルズが初めて出したシングルレコードですね。これはだいたいビートルズ詳しくない人でもビートルズの曲知ってるって言うとこの曲っていうような曲ですね。ヘイジュードっていう曲ですね。で、これは皆さんの協力がね必要ですんで、ちょっとね、黄色い紙には書いてありますけど、最後に77がありますんで一緒に77を言っていただけば、短いですが歌詞書いてますんで、ここに77って人これだけこれだけ一緒にやっていただければ、他の歌詞はどうでもということで、皆様のご協力も必要で、最後の、楽曲になりますんで、皆さん最後まで楽しんでください。よろしいですか。Hey Jude, oh man, this song make it better. Remember to lay behind your door, and you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid.Oh
コーラス参加していただきたい曲であります。なので大きな声で、コーラス参加してください。もう超簡単な基本のコーラス、トニック3度5度って上がっていくやつ。最後はナイスまでナイスね、セブンスナイスでいきますから。練習一回やりますから、それで練習やるんだけど、男性は最初の1回目、2回目、3回目ぐらいまでかな、音。その後女性やってください、高い方。セブンスナイスちょっと難しいんだけど、ちょっといきますよ。ワン、ツー、スリー、フォね、それで最初の自分の音言った音は変わらないで、そのまま伸ばしてもらわないとハモらないからね。次の音に行かないようによろしくお願いします。もう一回だけ練習します。ワン、ツー、スリー、フォフェスティバルになりました、はい、ありがとうございます。じゃあ最後その感じで大きな声で参加してください。ほんでその後メロディーのところは僕が Well, shake it up baby なんて言うと、皆さん shake it up baby で、男性は下の音、女性は上の音、それでよろしくお願いします。今日はどうもありがとう。Yeah.
俺アップルハニー吉武です。